勝は人生なんてちょろいもんだろお前な。あれほど。プッシュしてたろ。嘘ついたことねえんだから俺は。あれはお前緊張してるけど顔じゃないぞ俺ら。お前。芝居なんだから。お前。言ったの。Thank you。な？分かってんだもん。ほらもうちゃんとできてんだもん。台本が。台本ができてんだもん。たまさん書いてたんだもん。もう分かっちゃってんだもん。もう帰っちゃな。もうどこ行っても先生先生って今。もう今あの3日ぐらい経ちまして、ええ、もう試験場行きゃ先生よ。最初おかしてたとかもううるさいよ。おめでとうおめでとうって俺のこと。もう知らないおばちゃんとかにも言われちゃうし。ババアなんか俺の体触ってあこれで長生きできるとかお前。俺佐野薬よけ大じゃないっつうの。かぶっちゃったって煙。俺の入ってるタバコの煙。これ浅草じゃねえんだからよ。しょうがない言ったやんかだから驚くなよ今日あたりのハガキ見るとびっくりしました北島さんだと思ってましたとかだから言ったやんか先生俺だって畑野さん中国だって金一時期成田のあそこの航空利用税払うところから消えちゃったって言っただろいつか随分前にことになっちゃってまあね今さらもうなんかびっくりして今さらしろ冠しろ言ってんのにもびっくりしちゃってねみんなもうすごいねやっぱりこれまあやっぱ撮るもんだね、うん、撮らなかったら何のクソの写真もならないじゃないけどさ撮ったら撮ったってまあすごいわ対応がもうねだってあれだよ第22回の歌謡大賞よこれ第1回尾崎清彦よまた会う日まだよ。ねえ、その間何？22年間かけて。ピンクレディーも撮って。ジュリーも撮って。勝手に仕上がれとか。寺尾明さんも撮って。森進さんも撮って。宮古晴美さんも撮って。五木さんも撮って。それ並んだのよ、俺。ついに。ここまで来て。本当音楽やってきてよかったと思っててよ。社音会でやった時は歌謡大賞取るとは思わんかったもん提供の卒業の社音会で理事長と月の人真似してる時は、うん、こんなことは思わなかったよ、うん、本当に、うん、それは取るんだもんこれやっぱりね芸能界なんていうのかな不思議なところでね何アメリカンドリームみたいなね日本でそのジャパニーズドリームみたいな言ったことはやるもん、うん、なんていうのかなもうねまあこうもらって何こうみんなのこう楽しい嬉しそうな顔を見るとねああ俺よかったなと生きててみんなに幸せを与えられてよかった本人たち俺も乗りたけどそんなにはね感動とかそういうのはないのよまさかこう会話大賞をねいただけるなら思ってもなかったしそれがまあたまたまこうあもらえるんですかじゃあ行きましょうかみたいな感じでもらっちゃってそんなあれないねやっぱみんなの顔を見るとねああよかったなあやってよかったなみたいなね30歳を記念してね、うん、ちょっと大イベントになりましたよ、ね、視聴率もすごかったらしいんだよ最近そういったなんつうの対象関係のその賞レースの番組なんか視聴率取れないのに、うん、関東が 19. いくつの関西にいたったら 25. いくつ取ったっつうんだすごいよねこれはまさにトンネルちゃん効果じゃないかトンネルちゃんが撮るか北島さんが撮るかっつってやっぱ最後までお前ワールドカップ見れなかったらしいぞみんなドキドキしちゃって日本にちゃちゃちゃって言えなかったらしいもんもう私は神田だと思って私も結構痛みだけどね中垣内のあれバックアタック見れなかったっつもんトンネルとかどうなるか分かんないからああすごいことだでもまあね、うん、お笑い界とかバラエティ番組にこう賞はないからね、うん、あ一番だから NHK とかでもこういうなんかないもんね。はい、うん。それでまあプロ野球にしてもこう一応歌手の皆さんですとか、役者の皆さんにはなんかこうあるわけでしょ、年に一回ね。うん、MVP みたいなもんだよ、歌謡界のね。うん、そういった意味じゃ。それまあ、かっさらさせていただきたい。ねえ。ねえ。まあ、うちの畑野さんに、社長に至ってはこの、西城秀樹歌謡大使と、秀樹さんね。うん。で、岩崎宏美さん。マドンナたちのララバイ。そしてトンネル。3回取ったマネージャーってね、いないらしいですよ、業界、そこ探しても。た
のに、結構その姉妹は勝てばカン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 ガン、そう困っちゃったよ。びっくり仰天でね、もうその後も大変だったな、大変なんだ、もう毎日も会う人会う人、祝儀祝儀で飲み連れていかれたり食わされたり、もういいって風土だなんだって、もういい僕に持たせてくれとかね、そういうの増えちゃってるから、もうちょっとその、あの隣の月にあやかりたいわみたいな人は、もううちなんかもう毎日のように電話かかってきて、うちの娘がおねしょが治らないんですけど、だからえ腰痛は治らないんですよ、一言どうすればいいでしょうかって、もう神に近い存在になってきちゃってうちも自転車屋さんの方にみんな言いに来てくれるんだけどね、うん、言いに来てくれる自転車買ってくれって言って、うん、俺がちょっとこの間触れてあげた子がいたのさ、ちょっとかね、あのパッて頭撫でてやってくれって撫でてやったら、もう3日で5センチ背が伸びた中山式身長法より俺のがご利益があるって、もうしょうがないな、あもうすごいな、もう歌謡大賞ですからね、うん、だってオールナイト日本で歌謡大賞取ったのが、ね、やってるオールナイト日本あるかい？ないだろ、もうやめるぞこれこれどうこれどういっても、うん、あれよ先生って言ってもいいぞ、そうだそろ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 な、もうこの年でもう神のあのいい日まで来ちゃったからさ、辛いな、これから先がな、もう何やってもほら辛いな、感動がほら自分らで育ったことないじゃない、え？だから解散しかないな、ピンクレディみたいに、あとラスベガスでショーやるから、ショーやるから一発やっといて、うん、で紅白出ると見せかけて、うん、4チャンネル裏を出るみたいな、出るみたいな、伊沢のパー様みたいな抑えたみたいなねえ、しょうがないよ、もうキャニオンの皆さんなんか喜んじゃって、トシさん以来らしいんだよ、あのトシさんのあのなんとかっていう曲で8年前ぐらい撮って発揮してバラバラ、うん、それ以来だもんだもう喜んじゃってもう、ね、キャニオンだってあの新人の女の子も撮ったでしょ、そうだよ、2つ撮っちゃった、ミケが怒って帰ってったんだ、源氏は、あ源氏じゃなくてスマップは、スマップもスマップビクターです、あらあら、それそうなのか、うん、なるほど、あの女の子とか中島なんとかって、うん、中島エリカ、みゆきみゆき、どっちばっかもんだからもうキャニオンなんか新人賞を抑えるわ、大賞を抑えるわね、もう田中となんかツルピカ励まれてる状態もう大騒ぎだよ、偉いんですか、偉いんですか、偉いね、もう赤プリ取っちゃって、もうあれどうすんだ、取れなかったら赤プリ押さえちゃって、クラウンルーム、クラウンルーム、だって赤プリ行く前にあれじゃない、まず何あのとりあえず大勢の打ち上げ、あの打ち上げみたいなのみんなやる人ばっかりね、各局から来て、各局からプロデューサー連盟でね、すごいプロデューサー連盟の中でこう挨拶なんかしちゃってね、うん、でそれ終わったら今度うちらの仕切り、キャニオンと HZ の仕切りで赤プリを咲いたんだ、赤プリだもん、あれ取れなかったらどうすんな料理中華、うん、ねえの中華たくさんあるね、作ったってな、うん、みんなで食っちゃって、まあね、あのなんていうんですかね、こう発表の瞬間ですか、まああのキラ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 してました、あれなぜかというと、まああのまあ、あの引いたいね、引いたいね、引いたいの時になんか誰かわかんないんだけど並んでる時にですね、背のでかいの2人組が、ええ、なんかもそ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 も近寄ったり、話したり話したり、まあ、あれは私たちですね、ええ、皆さんわかってると思いますけど、ビデオもう一回見てもね、わかりますけども、ええ、まああのなんて言いましょうかね、今回まあ北島三郎さんと僕らの一騎打ちと言われていて、まあそういうですね、噂が立って、下馬評が立ってます、ね、で一応歌謡大賞の前のなんかプロデューサー連盟びっくり賞みたいなやつあったじゃないですか、あれを取った方が、うん、要するに負けなわけですよ、あれを取ないないわけですよ、だからあの前のいわゆる、香西かおりさん、はいはい、あの人が取った賞にハマっちゃうと対象がないわけだから、もしあそこで取んねーなんて言われるともう楽みたいな、もう北島さん決定みたいな、やられたみたいなね、で北島さんがその賞に行ったら俺たちだろうみたいなのがあったから、うん、あの賞が一番僕らの時のキーワードだった、うん、でどうかな、また畑野さんとかもう高橋さんとかもほんとはね、チャカチャカしてチャカチャカしてね、チャカついちゃってんだよ、本番入ってからもうこれ買えないぞみたいな、汗かいてんだよ、買えないぞ、汗かいてんだよ、買えないだろう、これちょっとね、
ママ出てきて汗かいちゃって汗かいてんだもん。芝居畑さんなんかあれ落っことしちゃってる、蹄鉄落鉄落鉄しちゃってんだあれ、バタケースやり直して、うん、やり直してまあ一応大笑いないよね。で、どっちかないみたいな、プロデューサー連盟賞香西香織さんみたいな、あら違うじゃねえかみたいな、これどっちだ、どっちかなしかないわけよ、あらたかった、そこでかかっていたな俺らも、さすがの俺らも、その前までよ、カンが歌おうがないでしょうかよ、お前らはそれで歌っとけみたいな一応ね、江津らはほら後ろ、ま、目の前で歌ってるから、うん、ちょっと手拍子も手拍子の一つや二つやったことないと嫌なやつだと思われてるからあの大月宮子さんベローンみたいなヨーマンみたいなすごい誤解なんだよね。ねえ、次の衣装だったよね。ねえ、坂本冬美さん歌ってる時はもうとりあえず手拍子の一つもやって。コネロぐらいのね。コネロ。手を叩く時はコネロみたいな。これ言ったもんね。ねえ。で、あの方が選ばれる時には、うん、誰でしたっけ？香西香織君。知った時にはね、あれ？みたいな。うん、要するにその前まではすごくほら、ねえ。余裕なわけよ、うん、スマップスマップのワンフー8割と見たみたいなね、うん、結構余裕なのよ、うん、頑張りなさいみたいな、これから芸能界長いからねみたいな、一つみたいな、うん、ね、まあ新人賞いいじゃん、ね、若い、ね、新人賞なんか新人時しか取れないわけですから ね、若い皆の皆様が歌って良いじゃないですかみたいな、でもどうっつって、はあ余裕ですよ、そのぐらいまでは、でまあなんとかプロデューサー連盟賞、うん、大賞の前の、うん、1個前の、うん準優勝みたいなんでしょ、うんうん、ああなんか香西香織さん、うん、ドッとポンとだろ、あらみたいな、やべ、うん、ここまで来て何にもなきゃされじゃないのみたいな、あと対象か何にもないか、うん、畑尾さんがトラスから行くみたいなことあったから、揉めるぞこの後みたいな、切れるぞみたいな、あれこれは本格的な手間表通りになったみたいな、うん、もう一級ちゃん北島なんかじゃうちらがどっちかなみたいな、それでチャカチャカし始めたらうちらも、うん、うん、本場場でもう直線でね、うん、北島なんか余裕、北島さんなんか余裕入っちゃってるからチーラシーとか歌ってんだよ、いやこらまくまずいみたいな怒られるとそれ北島さんにえ、もう目の前に高橋さん見えんのよ、 PA タグも横にいるんだけど、うん、ただなんかもう、はい、なーみたいな、なんかチャカついちゃってるってそれで前の日に聞いてたのよ、あの藤井さんとか、うん、あの入店するんだよ、ね、あの機材カメラのみんなはね、前にね4つぐらいカメラがあったよね、クレーン車とかね、1カメ2カメで、まあインカムという、まあ、無線みたいなもん、うん、それで大体指令されると、要するに大賞は誰だねって時にバーッとこういう、うん、受賞の瞬間をこうディレクターからねカメラマンに行くわけですよね、うん、ねっていうことは発表前にカメラマンたちも知ってるわけですよ、だからカメラの向いてる位置が大賞を取った歌手だみたいな、うん、でその情報を聞いたから、それでは発表いたします、輝き1991年第22回日本歌謡大賞、その前からずっとね、俺たちだけはバンドだったから、うん、バンドがセッティングするすら俺らだぞ、うん、みたいな、バンドが赤とか青の衣装を着て、あの台に乗っかってこっち側に流れるスタンバイすればこっちだよ、そこら辺一番下がりですね、チャカついてましたね、うん、乗ってねえ乗りたくない、なんか言ってたよね、乗りたくない、乗ってりゃ俺らなんだ、うん、もう最後しか出んだから、で乗ってねえよおい、あれずっとずっとあれずっとギリまで、うんうん、じゃあ北島さんだ俺がダメだって言いながら、ね、でそこ行くわけです、発表なんだ、ドーンじゃあパッて見たら俺らの目の前2カメがあったんだよ、うん、ちょい前ぐらい斜め前ぐらい、それはよえっと北島さんの方向いてんだ、うん、あらと思って他のカメラ見たら全部北島さんの方向いてんだ、うん、あ乗りたけこれはもうダメだぞっつって、うん、ほらもうパッて見たらね本当にねもうね嫌がらせのようにねカメラがねあさっての方向いてんのよ、こう逆の方をさ、うん、あらあダメだここまで来て、まあ恥かきにしちゃったなと思っちゃって俺、うん、相手みたいな、よかった家の門に言ってこなくてみたいな黙って出てきて黙って出てきてよかったみたいなダラララトンネルズですおおみたいな、うん、そしたらまあ俺もね業界長いけどねちゃんと見てないね、ハンディが押さえてたよハンディカメラがハンディカメラが左の方から寄ってきてよ、ダバーンっ て、こういう風にね、いや分かんなかったよ、ハンディしか押さえてない、
いや、まあ、みんな俺だ。それに悔しくなっちゃってさ。そんなことないじゃん。大将もね。で、普通なんだ大将取ると、なんかその、まつわる芸能人だとか、うん、な、小綺麗な女優さんだとか、役者さんだとか、なんかこう、え、この人ともお友達なのみたいな人がこう、あなたを持ってきて、なんか、大将歌手のなんか、交友関係の広さみたいなものを知らしめるんだけど。ふと、おら、言ったんじゃん。うちいないから、そういうのが。ごめん、言ちゃんだ。上がってくる人間、うちの事務所の人間とキャニオンだよ。もう、あ、寂しかったな。花持ってくんだわ、みんなボブだとか、トメだとか、畑野さんとか。高橋さんは茶がついてるし、舞台上がっちゃったもんだから。でも、上がって、あれだね、高橋さんのちょっと慣れてたね、ほら。去年まで踊ってるから。武道館もやってるしかない。立ち位置しっかりしてたもん。俺のふるさとだ、みたいな。うん、どっちだったかな。ああ、みたいな。北島さんちょっとあれみたいな感じで、お前らかみたいな、あらーみたいなことですね。ちょっと、うん、軽くね、すいませんなんて謝りを、うん、すいません申し訳ありません。ねえ、もうじゃあ今歌っちゃった。ああ大将歌手です。ねえ、あんちゃん、22年間の歴史の中で刻まれますよ。来年そのラブミーテンダーっつんで、私に行くんだろ、これ。プレゼンターです。プレゼンターが。ダッシュ。そこ待ちやって。ああ、出ちゃったから。もう、ねえ。エリエムなんか今日、見よ、ほら、見、バーッと空。ねえ、おめでとうってことで。万太郎と。万太郎もアロハ来て。夏の夏の来て、おめでとうっていう顔してくださってますよね。全然こう華やかな、例えば。このなんだスタジオの中におめでとう日本海洋大賞ってお花も人でもないですね。こんなもんだよな。マリナのマリナの夏服ぐらいですよ。あれのいつも通りなんかシャンペンが冷えてるとかなんかねえのか。相変わらずビッグエーの恋じゃねえだろ。入れときゃいいってもんじゃねえだろ。なんかおめでとうない今日これでもちびちび飲みながらやってないみたいな。ドンペリのロゼでもドーンと入ってたらエビフやるねなんて思うんだけど、ここがずっと組めない理由だよね。一生かけれないステーションっていうの。ある程度のとこだって引くぞみたいな。お前そういうことやんだったら俺らも冷たく行くぞみたいな。山の手線には乗れないぞ。乗れないぞみたいな。火引くぞみたいな。しびれちゃうみたいな。電流2両流れるみたいな。2両。いくら闇が流れたってね。こうやって。釣り革持ってたらクリマンシ死んでるみたいな。死んでちゃいけないんだよ。LF なんかねえ、グリマンさん呼び出そうって、万太郎呼び出そうってグリマン出るみたいな。そういうもんですよ。そういうステーションともやってないですよ、大賞取っても。え、まあ、というわけで今日でトンネルズのオールナイトニッポン最後ですけども。どうもその番組に続いて来週からはですね、どうもしませんけど俺ないと言います。夜は任せろ、どばしですよ。さあ一つですね、そういったことでは大賞取ったということで、今日はご機嫌に、まあ、放送を開始したいかと。というわけで、火曜大賞がお送りする俺ないと言います。はい、火曜大賞がお送りするオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオンブルボン、佐川書店グループビルジスリボー、オニックスは日本人社、アサヒビール、トジバイ EMI、トイスチール、ガスガイ製菓、ケングッダ、ケンタッキー、フライドチキン、ヤグルト、辻調理師、天文学校グループ以上各社の協賛で、日本放送キーステーション2023ブレットでお送りいたします。まあ、とにかく入ったところは初めてでしたけどね。なんか独特な雰囲気あるね、あれ ね、まあ、入ってきた時のまず楽屋がね、屋、まあ、武道館なんかのコンサート私たちやると一番広いとこドーンといて、まあ、我々が主役ですからドーンとやってるんですけども、何ですか、何組もいるからね、山川優良さん、そして冠二郎さんとかですね、北島さんも一緒の部屋ですね、まあ、男子出演者というところ。ああいうとこやっぱり入ってきてると廊下とかスーツ着たですね、
みんな偉い人たちなんでしょうね。その筋の人たちが大勢なんか海の場所ね、そこになんか入ってったらタバコの煙となんか熱気で我々楽屋を変えましたね。居づらくなっちゃって、なんか場違いだっていうのは分かるのさ、俺らがあらみたいな喋る人いないしマジで、しょうがないからバンドの楽屋、そうか、うん、バンドの楽屋に行ってそこでみたいな、なんかぐーすか30分ぐらいずっとしちゃって眠くて眠くて、いや止めて、でもうチャカつきますよ、正富くんがメニューって、もう小関係になると、もうあん時だけでそうね、舞踏会の中で50回ぐらいリップクリーム塗ったかな口首で顔吐いちゃって、それでタバコプカプカ吸ってたから、あれ相当嘘ついてたよあれは、まあ、だからね、大変でしたよ、高橋さんとか頭なんだ、なんだか分かんなくて、何が7時半ぐらいかな、植木さんかなんか歌歌ってて、ここにちょうど見てたのかって、あ、やっぱ植木さんいいねなんて見てたら、アッキーが来たの、パッて、あれアッキー来たのなんつって、アッキー来たってことは俺らみたいな、アッキーもよくわかんないとか言うみたいな、でアッキーもしさ今日俺撮ったらさ、コメントぶちかましやろうかな、うん、どういうコメント、いやだからね、今でも北海道で漁師をやっている、漁師にいいプレゼントができましたっていうコメント撮った時言っていいかなって、そういうこと言うとぶっ通されるぞとか言ってたけど、まあね、珍しくアッキーそういうこと言っちゃダメなんだよみたいな、えそうみたいな、アッキーだから間違いないなと思ったら、アッキーはねさーっと連れ去られてたんだ、うん、テレ朝の人にこの辺にいないでくださいって言ってね、うん、あれじゃあ俺らなのかなみたいな、うん、でもなんかいろいろ情報飛びがちゃって危ないとか言うよ、じゃあアッキー何のため来たのかなみたいな、よく分かんなかったね、あれはな、ね、でなんか相当な賞を取ってからも、賞を取ってからこの辺うろうろされても困るんですっていうことを先にもうほら連れ去られて言われてるもんだから、ね、もう荻野さんの姿あと後半は見れなかった、うん、だからステージやっぱ出てきたあなんだそあん時分かったんだみたいな、うん、全然だから分かんなかったね、まあね、とりあえず問いは取っちまったもん、お会いするわけにはいかない、名前入れてますから、トロフィー、今トロフィーあれ重いんだ、あれあれ金のすんごい重いんだ、こういう最初俺金のハトショーかと思ってたんだ、もらった瞬間違うんだよデザインが違う違う、お笑いしたの金賞かと思ってたんだ、8周目取ったのかと思ってた、銅賞は俺にくれ銀賞やるからってそう分けたもんだよ、もう取っちゃった、最初の歌を歌った時にノミネートみたいな形で歌った時なんか俺らだけあれしなくて、ほらメダル、あそうそう、メダルもしないで、ボブがポケット入れっぱなしだって忘れてんねん、おいちょいちょい、もう自分のもんだと思っちゃってボケット入れちゃって、お前はだから違うんだよって俺言ってったのよ、言ってんだよ、革ジャンももらえないし革ジャンももらえないからメダルももらえないんだよ、ご祝儀もないって言ってんじゃねえかよって言ってんのにポケット入れるわ、祝儀待ってるわ、祝儀待ってるわ、うん、全然わかんない、袖でかけてた、さあこれなんだ誇らしげに立ってたっつって、それで俺らがかけて出なきゃいけないメダルをかけてたらしい、うん、まだいいな、そうじゃあれはじゃあラジオしてあげようか、メダルは今度で1位ね、安い1個しかないんだっけ、うん、すごいんだよな、ワンフーあたりの今日手紙もらってる、泣いちゃいましたみたいな、泣くなよ言ってやったんだよ、言ってやったんだから、泣くなよ、言ってやったんだよ、やめろってそういうことすんなっつって言ってやったんだから、なんだ、まだ発表だけど明日か明後日ぐらい紅白だろ、うん、発表5日ですか、5日ぐらい、5日ですね、5日発表、木曜日発表、決定、いや決定かどうかその時にならないと分かるんですけど、ああ、もう発表日が海洋大将取っちまったもんな、でお前落としちゃったらお前、ね、今までだって海洋大将取ってる人たちで紅白出てないと来てないらしいよ、ないんだ、これで出ちゃうのか、もう31日やるか、喜んでる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 、すごい石橋喜んでいる顔をしている、出るって発表されてもみんな喜んじゃいけないんでね、もう行っちゃうか、泣くなよお
前ら本当にいいんだからそういうことは売っちゃっとけ。ねえ、じゃあね、本当は26日前だったんだね。そうですね、仕事がね、うん、紅白リハか。喜んでる。出来上がるか。手を組んで上に伸び伸びしている。あ、おんか。ないですね。だよ、年越しそば食えねえな。年越しちゃうじゃねえか、仕事で。NHK で。NHK で。なんか、まあ、とりあえずね、こんなことで、だから来年のオールナイトニッポンも面白いよ。紅白の裏話とか。ね。ね。出って持って行っちゃうかな。とりあえず、紅白の、あれだろ、楽屋かなんかじゃ。また北島さんとも会うわけだろ。どうもありがとうございましたって撮影一発かまらして、で答えは多分北島さんだから、うん、おめでとうございます、うん、かわいい対象すいませんでしたって、うん、あれ挨拶決めて。そうだよ、うん、お笑いが出てって北島三郎さんの30周年のね、あれ世界よ。ピンカラ兄弟と殿様キングス以来だってよ。撮ったのか。あれ撮ってんだろ。ピンカラ兄弟は、うん、女の道で撮ってんじゃん。撮ってないだろ。なんか大正はとやで初めてなんだよお笑いは。でしょ。別にお笑いって決めんなよ。なんで お笑い初とかが書かれなきゃいけない。お笑いじゃないだって俺ずっと文学座から出てきたわけだから。物まね色物などが喜ぶんだよと書かれてて、ね、チャンスが生まれるなんてどっから心配だったね。何のため俺杉村春子さんとこで5年も頑張ってたんだよ。頑張ってた頑張ってた、その通りだよ。いやまあ一つね、なので一発聞くかお前ら。聞いてみると、あ、撮るべくして撮る曲だな、名曲だなって改めて聞くと分かるぞ、これ。作った時に俺撮ったと思ったもん。聞いてよね。今年2巻かと思ったもん。2巻。聞いてよ、この間、もうオリコンのさ、オリコンの順位、うん、順位っていうのがさ、もう情けねえってな、あれだらバーンって言って、俺はもう歌わなかったじゃない。で、もうどうでもいいさ、新しい次なんだ、ガラガラか、みたいな、そこに持ってこうとしてる時にさ、またすごいんだってさ。売れてんだって。売れてんだって、もう。赤丸急上昇だって来週。来週また。また入ってくんの。もうさ、あと10万、20万売れても俺たちいいって金は。もう。いいって喜ぶな。そうな目をしている。もう10万20万増えたってもうええって。これ間違いなく100万いっちゃうよね。100万いっちゃうんだよ。100万枚。あのミリオンセラーとかいうやつだろ。そうですね。なんか金のこういうのもらえるんだろ、マイケル・ジャクソンの家にあるようなやつ。でこの家で家よ。え？家で家。なんかキャニオンからあるらしいぜ、全100ずつ収益来るらしいぜ。またか。もういいって、収益はもうええって顔よ。早くしろという顔してる。もう一時さん、ええー、っていつも世話になっとるから。手招きしている、ドル袋を。いやまあとりあえず聞いてみろかお前。改めて22回の受賞曲。え、もう作った時にね、一口中中なんか変なオーラが出たの。ボーってボーってもう困った。じゃあ聞かせようかな。お前聞かせちゃおうか。正座して聞けよお前ら。ラジオの前で、ラジオの前で見てるやつもほら。ありがとうございましたってお前神戸を垂れて聞け。お前らいいことあるぞ、そうすると。うん、今からお前、お前らな、LF の方向向いてろ。足向けちゃいけないよね。足向けちゃいけない。お勝手にお前、西日ささねえだろうな。全然わけじゃない。玄関には塩漏れ。ラジオを LF の方向に向けて、お前らもそうやって向けて、ちゃんと拝みながら聞きな。いいものは入れて、悪いもの出してけ。じゃあ、まあ、今年取っちゃったやつだよ。行け。もうね、このイントロが流れた瞬間ね、レコーディングの時撮ったなと思ったもんね。仮歌の時に仮歌で。幸せに魂
日本。あなたはもう花の口づけした？カスガイのキャンディー花の口づけ。超話題を呼んだアニメマダラ増刊再造編に引き続き下巻混合編が12月20日発売。今全国の書店で予約受付中。今ならオリジナルポストカードもれなくプレゼント。オリジナルビデオアニメ毛量戦記マダラ角沢書店から。みんな家族帰りだ。なーに？なんだよ親父。誰かこの電話の親機のコードを取ってしまった者がいる。誰がこんなイタズラをしたんだ。最初からなかったよ。ケンウッドじゃない？ケンウッドがやったんだよ。そんな外人うちにはおらん。誰だ？ガブーコードレスルスデン ISW808。 ほらケンウッド。将来自分の店を持ちたい人がいます。一流ホテルのシェフになりたい人がいます。みんな実現可能な夢を持っている。そんな調理師学校です。料理界の東大です。辻調理師専門学校、ただいま願書受付中。女性のデリケートな喉にすっきり、カスガイののど飴です。地下50メートルに巨大なトンネルを掘り、その中で飛行機を飛ばそうという構想誕生。壮大なロマンと夢に向かって飛んでいくのがデザイナー。今ファッションデザインを語るとモードになる。ビッグシティをネットする東京大阪名古屋モード学園、ただいま92年度生願書受付中。そんなに怒るなよ。絶対許せない。私のララ1月号中地幸の新連載を先に読んだだけじゃないか。成田美奈子アレクサンドライトもよ。今度は一緒に読もうね。ね、本当？発売中。年末だからお店が安くなるのはよくあることだけど、あのメガネスーパーがさらに安いというと話は違う。行ってみよう。特製ブランドフレーム10万本がさらにお得な値段で待っている。年末メガネ大放出、メガネスーパー。川の中を急ぐ一組の男女が、男は女を濡らすまいと肩車をしている。男は女を支えている手を離してみようと思った。パンツの中までびしょ濡れだ。Change to BVD。 まあとりあえず飯をですね、その後まあ赤プリで軽く飯食いの、ね、そして、はい、いつもの通り、秘密の場所で、隠れ家で、ね、隠れ家で、大パーティー、3時間ですか、そこのママがやっぱり気使ってこう松酒って言うんですか、樽酒をいただきます。いっぱい用意していただいてね。ねもう取ると言わんばかり。鏡開きって言うんですか、やはり元野球とサッカーの選手ってことで、僕はバット、ノリタケはボールで、せーの、カン、ボールで割れなかった。それをこうみんなに振る舞って、まあ、とりあえずここは、みんなお座敷入る前に、ここで今、ケーキ漬けに、おめでとうございます。またこれがうまいんだ、冷やでね。冷やだみんなね。もうなんかやっぱり飲む前に塩くれっつって、塩をマスの一番この角のところに置いて、こうやると風味が勢い、より一層増すんだよっつって、クククッと干していって、それに飲み干して、いや、飲もうかなと思ったんだけど、やめとこうって、ヒューマミロみたいな、背番号16、これは川上哲治がみたいな、一応、お話を止めにして、飲む前に、じゃあ、私の代わりに長屋の皆さん飲んでくださいみたいな、それ、巨人の人、何巻からですか。これは5巻、入団テストの後みたいな。受かってから違うですね。ね、はい、でまあその後ですね、お座敷入って、まあタダ酒ということで、みんなね火つけて、あられますね。ごっさんあたりは早かったです。ドーンときましたよ。ねえ、まあごっさんやりますね。他にも、まあ、もろもろキャニオンの皆さんも全員来てます。中手からですね、全員来まして、そして、アギョスさん来て、今回はヒロミも来まして、コンちゃんが、コンちゃんも駆けつけてくれて、G ステージだったね、そう、他のメンバーがね。で、石田さんも、やはり、石田さん、今回あの、
プロデューサー連盟の仕事が入ってて、いわゆる開票係っていうんですか、こう票をこう開けて、石橋あのトンネルです、北島三郎トンネルですやってたらしい、これねえねえ、まあ、石原の子ですから、北島三郎さんって書いてあるのをトンネルズって書いて、これ読んじゃったとか、そういう話も一時流れましたけど、ええ、もう見張りがいたらしいですからね、ええ、まあ、どっかの、長崎かどっかの方の島の開票じゃないですからね、そういった暴動もなくですね、終わったという、ええ、で石原さん来るのはやはり遅かったな、なんか終わってからそのプロデューサー連盟 の, その会議室の机を直したり、掃除してたり。なんか細かいことをね、やんなきゃいけなかったらしいんで、で、現れましたね。もうちょっとご用意でしたね。さすがに、あの親父もですね、喜んでましてね。やはり自分の番組のね、エンディングテーマが日本海を対象ということで、大志も、すこぶる上機嫌。なんだかわかんないけど、大井さんも隣に映ってましてね、綺麗だな、やっぱ大井さんは、とか言って、何を言ってんだ、あなたは、みたいな。それを聞きつけたですね、石橋寛さん。旦那さんだね。篠洋人のプロデューサーです。駆けつけまして、女房が危ないっていう家が近かったことですごい勢いで現れまして、とにかく高橋さんと話してるんだけど、話は高橋さんとしてないけど、目は奥さんの方行ってたらしくて、女房がやられるまで言われてたらしいですからね。しょうがないですよ。もうそれで、まあ、縁もかなり中盤過ぎすぎて。タルタケもまだ半分ぐらい残ってましたね。半分以上でしょうかね。まだ5升飲んでねえぞみたいな。まだ5升残ってるぞみたいなところから、まあ、とりあえず、生かすかみたいな。まあ、水野斎藤いないのにですね。いっとけっていうですね、指令が軽く、市川さんの方がサインが出たので、ブロックリーダーの。いっとかちょっと今日はおとなしいですね、みたいな目で。この前、障害者さん。あいつ行かしちゃったが、手っ取り早いですよ、みたいな。こと言ったわけですよ。やっぱ鼻切るのはごっつぁんでしたね。ごっつぁんしかいませんから。ごっつぁんはただだけ好きですか。強いです。行かしてもらいますっていう感じで。なんかまず今回はあのグラスがですね、あのマスのやつだったですね。マスとマスで。マスで行ったからですね、大したちっちゃいグラスでしょうかね。グラス量的にはちっちゃいグラス。ちょい多いぐらい。入ってるかな。2個ぐらいのもんですね。それでもね。で、まあ、結構、カンカンカーンとみんな行って。ね、はい、じゃあ次行って、ゴミだと、ゴミださん軽く行っといて、結構あの人も早かったですね。で、トトトーと一回りしたんで、まあ、でっかいグラスが妙に。光り輝いてまして、見えたんですね、久々に行くかみたいな。前回あの武道館の後はコンサートの打ち上げの時はでっかいグラス攻撃がなかったんです。久々行っとくか、行かないしょうがないだろうみたいな。 でっかいグラス攻撃になりまして、ごっつん行きの宇都井も結構行ってましたね。行ってましたね。でコンコンコーンって行きました。石田氏も行った、石田氏も行きましたけど、ですね、荒い火災ラインが来ましてね、二人長く揃いまして、とにかく俺らが行った後は、じゃあ石田さんに行かなきゃいけない、で、また一通り回ると、石田さんが行かなきゃいけない、誰々が飲むと、石田さんも一応行かなきゃいけないじゃん、おうがお前、なんて言うから、なんだよ、一番そういった意味で、糖分が高いですからね、お酒は。まして日本酒ですから。というと、インシュリンのバランスが崩れるわけですよ、糖尿病ですから。とりあえず、一気飲みなんかしちゃいけないですよね、あの人は。何、めでてえよなぁと思って。まあ、大井さんの手前、かっこいいとこ見せようと思ったんですよね。で、俺、断るごとに、後ろのこう、きれいにセットされてるのを、すんごいスプレーで固めてるんですね、触ると。だから、一本取る全部ついてきてるんだよ。それを割ってやろうと思って、鏡開きのように。そう、触るたびに、なんでってやべえだろ。パカッて割りたかったの、傷口みたいに。きれいな。で、血のりかなんか塗ってあげればいいです。それをことごとく嫌がりましてね。そしたら早かったですね。ああ、親父ね。行っちゃいましたね。行っちゃいました。行くなー、行くなー。だんだんこう、行っちゃいましてね。港光一も結構早かったです。あのでっかいやつですぐ行っちゃいましたね。スカーンと食べ。まあ、木梨憲武がですね、ゲロ吐きます。この間、武道館。早かったですね。武道館と今回、
ストップショーです。ストップショー、それがですね、私はあのどんぶりだらめどんぶりよ、なんだろうって2本ぐらいしかなかったの、したらどんぶりだけだなんて、じゃあここだけもらおうなんて言うわけで、この港地とこの辺でだけで飲んでたし、それ1本軽く行っちゃった後にまた日が行っちゃったもんだから、これ来ましてね、人のでっかいグラス見てたら気持ち悪くなっちゃってうわーっと時に最初間に合わなくてですね、袋とかビニブがビニブで、最初の一発目はあの味噌汁のお椀に軽くシチューかなんかプレゼントとして店側にいちいちやったわけですけどね、早いですね、ソロ指で行きましたね、終わってもいっちゃいますね、もうでトメがもう焦ってないですからね、ジャリーンって言いながら、最初もあの紙袋ですよ、もうビニール、あ寿司屋のイサンの、イサンの寿司袋にバーッつって、あれ白ですからライトが当たって綺麗に透き通る、なんですかそのゲロを、下からもライトが当たってましてね、結構透き通って、それ匂いと見てもう一丁それで、それでビニール袋にその袋を入れまして、で改めてもう一丁大丈夫かなと思って向こう行きかけてまたもう一丁5回ほどスッキリさせていただきましたけどね、早かったですよ、早かったですね、あのその前で食べた焼きそば系とかですね、あの中華ありましたね、すべて飲む今日きっと飲む羽目になるから食っとけっていうものが全然生きてないんですだったら食わなきゃいいじゃないかっていうもんで、ね、一合食った分だけ量も多いみたいなね、まあ、汚い話になっちゃうね、食事中に皆さんすいませんね食事中じゃないですか、ね、まあ、まあ、私行った後に結構皆さんダラダラ行き始めましたね、港小路は便所から30分出てこない、出てこない、でなんだかね、あれだけ行くなとか言ってるのに、ごっつぁ行くとかこう言って、セミやりますとか言って、変なね、柱にね、飛びついてね、ミーンミーンミーン、セミさんセミさん、なぜ泣くの、オスだから、遠いギャグをね、ギャグで遠いなんかコメント言うのが伝わるまでに時間かかって盛り上がってくるんですよ。ああ、行っちゃってる、行っちゃってる、行っちゃってるなんて言いながら。なぜ行くっていうぐらい行っちゃってるんですよ。そのことででも天敵のツッチは倒れてましたね。ツッチあるんですよ。その間に、まあ、その間にあれですよね、新井さんなんかは、あ、いいか、とにかくいいからピザ食っておけ、ピザをさ、プレーンピザ。とにかく8枚行きましてね、そんなドロドロの状況。ほいでもって、火災性は早かったですよ。ああ、そうですね。倒れが早かったですね。でとにかく酔っ払いながら寝ちゃって、もう親父寝てんじゃないやつったら、手だけでうるせえんだよとか、なまってるてめえだよみたいな中指だけ立ててくれてね、みんな倒れちゃいましたね。で新井さんがバクバクピザ食ってるから、あの人元気でしたね。元気でしたね。新井さんが倒れると葛西さんは帰っちゃうし、葛西さんが倒れると新井さん元気だったりするんですよ、あそこね。だからとにかく酔ってやって、ほらみんなピザ食っとけ、ほらピザ食い胃粘膜がお前チーズ食っとけって大丈夫かっつったら、まあ、私たち土倒れてるところに倒れて口開いて寝てたんですよ。したら誰ですか突っ込んだの、ヤナさんですか、わかんない、それ知らないですから、もうなんかもういいから食っとけ、あ、うついじゃん、うついギャーとか言って食っとけとか言う、みんな食っちゃいましてね、みんなね、全然気持ち悪くて赤い顔して寝てるのにですね、口開けてるだけじゃない、食べた食べたそうだとか言いながら、ピーナッツ飛んじゃったりね、ゴッポとか言ってましたよね、土屋さん。なんでもったら、もう次に聞いたら、新井さんはピザ頼んだらもう食ったことも覚えてる。いつ来たんだよ、スタバで来たのか。あくらですよ、なんつってんのよ。食ったか？なんだよ、俺食ってねえよ。バクバク一皿ぐらい食ってる。自分は大好きなんですよ、ピザが。ザボロですよ、もう。そう言ってると、楽しいわ、もう。楽しい気分良かったでしょうね。もう、ぐんぐん飲んでましたよね。ぐんぐん。タカノリとか言い始めて、泣きちゃって。タカノリ何が嫌だと言っちゃって。なんて言われながら。タカ、ありがとうね。宮治。
ネジいってやめちゃうしね。それが学生ってやめね。一番喜んでましたよ、アタオさん。もう、高橋さんとアタオさんがね、今回頑張ったっていうことでね、もう本当、チャカチャカしたのが、もうやっと寝れなかったのが、もう、酒もやっと喉通るような勢いでね、ガンガン行きましてね。あっという間にその5章ぐらいまだ残ってた、その一途だるが。相手、うん、高橋さんなんだかわかんないですけど、その一途だと逆さまにして、あの飛脚みたいなやつでずっと太鼓みたいに叩いてるんですよ。もう酔っ払っちゃって俺がうるせえんだよな。それで石田さんの横でわざとやってやるとですね、本当に怒りますね。話してね、もう石田さんもその時間帯になってくると石田さんは奥の方で、うん、とにかくもう大井さんのことだけしかなんか頭なくてくどいさくどいって言って、ね、飲んでましたから、とにかく港ちゃん心配しないですよ。で港ちゃん心配して、ね、もう民放のそのプロデューサー同士で、うん、石田さんが何か言ったらフジテレビで走りになるわけですよ、うん、もう前回大井さんに会った時、ああいい女だなあれな、あいくつなんだよって言ったら、44、45じゃないですか大井さんってやつ、もう上がったよな、やっちゃっていいか。もうあなたやめなさいよ。そういうこと言うのは。もうやめろって言うんだけど。言っちゃいましたね。ちゃんね。で、ずーっとな、民放、フジテレビの恥だから、つって、港浩一のあの若いね、尾、うん、崎ってやつをですね、石田さんのあの今、こう、隙間がありますよね、石田さんがこうやってる後ろにこう、うん、あそこに立たせて何を言ってるか聞いてたらしいですから、ずっと裏で。それでとんでもない発言をした時に俺を連れて帰れたということで、連れて帰れる前に一回ね、奥の方の座敷に連れて帰れたんですよ、うん、ちょっとあまりにも行っちゃって、目があさっての方行っちゃったんで、もう全然変な顔をしてたら、パーッて見たら李さんの寿司を、うん、いやーって今度言っちゃった。いやこう片手つきながら、あの太巻きです。行っちゃってましたよ。やばっちゃった。伊沢さん大丈夫なんてね。ラブミーテンダー。みんな歌ってあげて退場してきましたよね。で、尾崎ってやつが送ってたらしいんですけども、送ってって、あの、すごいベロベロでドロドロ暴れちゃってんのに、奥さん、つってカーン、つ、コンコン、つ、ピンポン、つって、はい、中入ってったら、何の驚きも見せずに、あそこ置いといてくださいって。宅急便のように置いておいてください。あのそこそこ置いておいてください。ご苦労様、ご苦労様。でトイレ借りたらしくて尾崎が、で出てく時にはなんかこうネクタイをこうこうこう取る作業したんで大丈夫だなと思って尾崎が帰ってったなんですけど、次の日ちなみにですね、医者が会社休みまして、医者を家に呼んだらしいです。そして医者が診察した結果、インシュリンのバランスが崩れてると、あんた死ぬ気かって言われて。石橋君と木梨君のオールナイトニッポン。君はとってもヘルシー、語らないのが優しい。きんぴらごぼうがヘルシーで美味しいスナックになりました。自然の素材が生きているブルボンごぼうのスナック、パリッと美味しいスナックです。ブルボンごぼうのスナック。 HC ヨザワニューシングルビッグビー12月11日オンセール。ケンタッキーから一足早いクリスマスプレゼント、今おいしいファミリーパックでケンタッキーオリジナルのかわいいクリスマスグラスを漏れなく1個差し上げます。さあもらっちゃおう、ファミリーパックでクリスマスグラス、ケンタッキーフライドチキンです。この楽しみは私だけが知っている。女の血が騒ぐ長編サスペンス、イデシカイの新連載スタート。クレーマサチコ、大谷テルミが送る特集、結婚に裏切られた女たちも面白い。危険の愛でいっぱいの9と1月号、マニママ人生より絶賛発売中。田代さん、何飲んでるの？野菜だよ。君は？フルーツ。でも同じ気になる野菜だよね。同じものから違うものが飲めるんだ。もう21世紀だもんね。
野菜が入ってフルーツ味、ヤクルト気になる野菜。最近グルメファンの間ではご飯食が注目のまさと、どんな料理ともよく合うからだそうです。ご飯ってバランス食でもあるのよね。暮らしのまんまん中にご飯です。ご飯食推進委員会、斉藤由紀でした。サガデル横横ダブル、ハイテクデッキがミニココンを進化させたダブル水平ローディングカセットデッキ搭載、電音エクシーン D55、 11万円税別で新登場。エツコ、僕も甲南大学に行くよ。ユウジ君も神戸に？そんなにまで私のことを？だっておしゃれな街だし、外国人も多いだろ。金髪の彼女ができるかもしれないじゃん。青春は神戸にある。コーナンユニバーシティ、ローソン、ビッグサザン、今対象商品500以上買い上げになると東京ベイ、NK ホール、TMN パーティーパビリオンに抽選で6500名様ご招待。トークと音楽で盛り上がるロンドン気分のおしゃれなパーティー、詳しくはお近くのローソンで。まあとにかく、まあ、結局ですね、一頭ダルが開いて一升瓶が3本開くという、ドンペリが何本か開いて、ブランデーだかなんかまだ開いてたというです、ね、すごかったですね、量的にもですね、フィーバーぶりも、それだけ皆さん喜んでいただきました。いじまそう、ボグボグロイチオーナイトジッパー。松本秀夫のシャープミッドナイトクラブ。さやか、新しい部屋はどう？うん、フローリングの床にラグを敷いて、壁にはリトグラフ、コーナーには観葉植物かな。へえ、おしゃれじゃない？でしょ。だから引っ越し祝い買ってよ。これ見て見て、カタログ、シャープのタッチパネル CDC システム FX1000。 なになに、真ん中の液晶ディスプレイでコントロールする操作つまみが目立たないエアロアコースティックフォルム。いいでしょ。よし、決めた。やった。さやかにはもったいない、これは僕が買って使おう。私のは。君の部屋にもぴったり、滑らかなフォルムが美しいニューオーディオ、シャープのタッチパネル CD システム FX1000。 フロントに少し傾斜がついているから操作がしやすく、音に広がりが感じられます。税別66,000円のこの商品を2名の方にプレゼント。郵便番号 100-87、 日本放送オールナイトニッポン、シャープの FX1000 プレゼントがかかり、締め切りは12月9日です。今年のクリスマス、あなたは誰と過ごしますか？メリークリスマス to you Now on sale。 風の中へ、水木有紗ちゃんです。
新振り好き、漫画好き、記念日好き、パーティー好き、露天風呂好き、占い好き、4WD 好き、玉のこし好き、北方ラーメン好き、F1 好き、長電話好き、エッチ好き、チーズ蒸しパン好き、ピアス好き、神様好き、ジェットコースター好き、かわいいの好き、レゲエ好き、自分のこと好き、カロリー計算好き、ひまわり好き、バイト好き、好き。スライド金庫扉を作っています。網膜によるパターン認識で部屋の出入りをチェックできます。文化財を保管する設備を売っています。私たちクマヒラの仕事は人と企業の安全を守ること。お売りするのは安心です。セキュリティアンセーティークマヒラ。女にとってクリスマスプレゼントって何なんだ。2ヶ月も前からバイトしてやっと買ったのにさ。クラスって評判がいいからオリエントの優が欲しかったのに、優じゃなきゃ私いらない。だってよ、優にすればよかった。クリスマス優オリエントウォッチ。正義はいきなり飛んでくる。ロケッティア。大空を自由に飛ぶ人類の夢が若者に与えたのは、愛する人と正義を守る勇気。ロケッティア。12月7日ロードショー。許さないだろう。まあ、このですね、後半です。後半も入りまして、いよいよ来週が締め切りに迫った10日です、はい、クリスマスディナーショー、はい、これはですね数少ないですね。例年になく、何つぐらいですか。今日来た私たちイヤヘックしてみたのがですね、30、40、50、うん、50つぐらい、うん、それ来ました、ですね、見たんですけどね、ボンブが僕は早々ですね、1位、2位と仮契約しました。あと3位のですね、選手を決めるのみになりましてですね、はい、ボムちゃんだけが、ボムちゃんだけが早々、おかげさまで、ありがとうございます。発表ですか。まだですか。ちなみにですね、私はまだですね、決まってません。枠が全然入ってません。吉田照之は入ってないです。僕も木梨憲武は候補が、ダダ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 ダぐらいですね。幅広いですから。非常にですね、あの開催自体が危ばれます。すでにやらないなんて大きな声も出てたって聞きましたけど、それなんででしょう。いや、わかんない。そうです。このままではいけません。で、あと1週間に迫りました。10日ですからね。もたもたしていきます、ね。もたもたしてたら、私は誰かの言い残す、言い残す、言い物になっちゃう状態。ぜひとも、皆さん、来週までにですね、までに、履歴書と、顔写真と、水着写真ですね。そんなのなかったでしたっけ、はい、全身写真ですね。3ヶ月以内の。あるんですか。俺危ないですよ本当に。もうボムの1位2位しか決定しませんから。ですよね。いきません。もうワクワクさせてください。ドキドキ。あーみたいな。この間ドキドキっていうのはですね、糞尿家族が送られてきました。吉野君とですね、あっち側のもう何ですか、ちょっとした会議室ですね。なんだよこれはって言って、誰だって言って、誰やろうかの口じゃないね。そうですね。いや、彼ですよ。ハガキをくれた彼ですよ。この V をですね、見た時はちょっとドキドキしました。ちょーっと言っちゃってました。俺最後まで見てないんですよ、そのハンバーグまで。あ、そうですか。僕はちょっとだけハガキを読みながらですね、ちょっと高橋さんが結構喜んでましたけど。家じゃ見れないんだから。家じゃ見れないんだから。楽しいですね、早く進めろ、見せろ、と言いながらですね。あれはね、すごいものがありました。そんだけドキドキするものを、皆さんも。クリスマスパーティーでですね。すいませんよ。ぜひとも。はい。もうあと一週です。一週です。行きましょう。来週あまりにも決定次第の場合は、はい、中止です。出さないといけないですね。ねえ、これは。10日1着分ですからね。1着なんですよ。消し印じゃないですよ。消し印じゃないですよ。10日の日に、ここで、うわっ!とか言いながら。
明るい声で、生き生きした声で、ね、声で、あの開けさせてください、封を。封を、封を開けるのが楽しみです。楽しみです。絞ってみたりなんか絞ってましたね。でしても、何か郵便番号、いろんなこと言っちゃうけど、トーンが違いやがるね、あいつはとか言うし、100の87、はい、日本放送、トンネルズのオールナイト、日本、クリスマスディナーショー、私、これだけすごいのよ、冗談だよっていう感じ、バイバイっていうね、かかりました。でしたもんね。それじゃあ